し。宿は広場の正面にある宿がおすすめだよ。哎，那个骑士长在那边呢。哇，哎，哦，遇到平魔了。セルゲイさん。数奇境の配下だ。捕らえようとしたのだが、ただものではなかった。とんでもない動きね。見えただろ、ヒョウマだ。数奇境の配下がヒョウマになってるとは。申し訳ありません、教会神殿に逃げ込まれました。事実のようですわね。おそらく奴は連絡係だと思う。雨寒いんですけど、長話迷惑なんですけど。詳しい話は雨宿りできるところでお願い。仲間が寒がってて、天族だって風邪ひくんだよ。ロゼさん、見えない人にはわからないだろうけどね。失礼した。天族の方々もおられるのですが、我が騎士団等へおいでください。優しい奥方だ。うん。哇，罗杰那个加分加分。哎，真的换闪嘞，真的换闪嘞，真的嘞。哎，又看到了，亚沙西。亚沙西呢，罗杰，哦吼，啊，这是普客套话而已，因为真的很冷。欸、说的也是，今嘛你们去那个骑士塔，骑士塔在那边都有，骑士塔。团长。骑士塔在哪里呀、啊？哦，找到了，在右下方。喂、欸，哎、欸，骑士哦，在左边，真讨厌，超难找的。公主哭晕在厕所，公主完全没有戏份，公主呵呵被囚禁的公主啊。なんとかなった。教会に入る手続き。許可は得たが、先ほどの事件の後では警戒されるだろうな。警戒は元からでしょう。今さら関係ないんじゃない？そうだよな。やましいことはないし、行ってみよう。ロゼさんがいらしてからスレイさんの積極さに磨きがかかった気がしますわね。心配する方の苦労も倍だけど。世話をかける。決めたのは俺だから。それに教会の中の神殿を見るのも目的なんだ。貴公はどこか教皇様を思い起こさせる。あの方も人のために身を惜しまぬ方だった。無駄な苦労好きなのね。そうなんだ。宿を用意した。天族の方々も今晩はゆっくり休んでもらいたい。ですが団長、潜入したボリスが連絡を絶ってもう3日です。急いだ方が。ボリスって？この長雨で食料事情は良くないが、天ドラゴン名物のドラゴ鍋を用意させよう。心配ではないのですか。たった一人の弟でしょう。これ以上自分たちのツケを貴公らに背負わせたくないのだ。今は体を休めてくれ。セルゲイさんのお言葉に甘えましょう。わかった、ありがとう。这边好像是
骑士团长的弟弟好像发生什么事情，对，可是他还是叫我们先休息，不要去管，在布屋里面休息，对，看一下，哎，新衣真的不是盖的。帝国の騎士団を率いるには正直すぎる気もしますけど。だな。ちゃんとやれてるのかな。他人の心配してる場合じゃないと思うけど。现在不是担心别人的时候了。然后米布利奥大喊：“枪兵应该很晚会加入吧？而且不能神异化，因为他对他的身体负担蛮大的，真的。”然后这边我们先睡个觉，怒睡一波。香槟裸露男子只有在一些地方加入过。喂，下品だぞ。よく食べるの。哇，真能吃啊！居然吃了两人份，哎，这两个也是。ドラゴ鍋。85点。哇，你还打分数啊？特殊技能，子供の時から仕込まれたんだ。戦士の鉄則だって。戦士か。戦士？ロゼたちは暗殺ギルドだろ？ね、昔は違ったんだよ。私たち前は傭兵団だったんだ。大陸一なんて呼ばれた。傭兵団。先に休むね。明日は仕事だし。ロゼの傭兵団ってもしかして前にデゼルが言ってたやつ？風の傭兵団だったね。聞いたことがありますわ。たった100人で2万の大軍を敗走させ、一晩で3つの城を落とすほどの力を持っていたとか。ああ、主にローランスに雇われて活躍した伝説的な傭兵だった。めちゃ強じゃないか。その上真偽に厚く、当時のローランス皇帝も右腕として頼るほどの存在だったはずですが。確かにそうだった。だがローランス皇家が裏切りやがったんだ。俺の仇とつるんだな。ローランス皇家が兵馬と組んでるだって？驚くほどのことが。哇，好震惊啊！那个这个国家的皇族都是平魔组成的。むしろ表裏の関係と言っていいでしょう。むしろ数奇教の力が兵馬のものだとしたら。辻褄が合う。ロゼが裏口から外に出た。目を離すところだ。おい、デゼル。まさか暗殺依頼があったのか。どなたを？ロゼさん一人で？どっちにしろまずいよ。看起来罗杰想做一些傻事啊。这时候我们赶紧去阻止他。好像一个人去王城里面了吧，是不是？どうしたの？みんなして。ロゼこそ、なんでこんなとこに？ただの散歩。啊！下雨你还散步？问号。本能のまま動くんじゃない。誰かを暗殺する気なのかと思っちゃったよ。するよ、依頼あったし。戦いを起こしたやつを殺してくれって、この前の戦争で息子を亡くした人から。今回の侵攻は1年前に皇帝に進言されてた。マシドラ教皇の名でね。まさか教皇様を？待て、教皇は名前を使われただけじゃないのか？行方不明なんだから。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
微妙だからね、失踪した時期と。そこはよく調べなきゃ。もし調べた結果が悪ならやる。それが風の骨だよ。相手が強行でも、強行でも皇帝でも同志でもね。あれ、私なんか変なこと言った？そこまで言い切って聞かないでよ。もちろん見境なく殺すわけじゃないよ。どんなやつかちゃんと確かめてから。うん、よくわかった、ロゼのこと。そう？ならいいけど。僕もわかった気がするよ。ロゼが汚れを生まないわけが。スレイ並みに変なやつ。嘘のない方なんですね、ロゼさんって。昔からそうさ、こいつは。教皇様って戦争を起こすような人なのか。うん、セルゲイさんの話とは印象が違いますよね。大国の指導者だよ。一筋縄じゃいかない男なんだろうね。瑞阳提到说，那个啊，只要是无论是教师还是不，无论是教皇还是导师，只要是邪恶的人，他们都会把他干掉。罗杰说的，虽然也不太行啊，但这刚睡完觉就那边散步，然后拎一身都湿哒哒的，这不太好吧？要去教会的神殿见那个教皇，去找一下。教会的神殿在哪里？啊，是在那边吗？先让我找一下。北部地下城，不是。看到了，皇都东边。哦，我知道了，是在刚那个左边。根本刺客教条也算是吧。哦，这里看起来就是教堂哦。哇，还捡到十块钱呢。导入师生，感觉那个是那是那个什么？哦。最高の力を持つ5人の天族、五大神のお名前を全部言えるかな？ムスヒ、あとウマシオ、アヤヒノとアメノチ。そう。そして最後の大神はこの教会神殿に祀られているそう、マオテラス様はグリーンウッド大陸のすべてに加護を与えてくださる天族ですね。教会神殿にはマオテラスが祀られてるのか。五大神とは超大物が出てきたな。マオテラスなら最下の剣士に対抗する方法を知ってる可能性は高いよな。そんなすごいやつなんだ。なんたって五大神の筆頭だからね。スレイさんですね。ようこそローランス本部教会へ。お話は伺っています。どうぞ奥へ。这边好像是提到五大神的存在，还有对抗灾祸的先祖的一些方法。関心もいいけど警戒忘れない。五大神，感觉这个人也不是省油的灯哦。远望闪鬼啊，教会咖都是怪怪的人，都是牛逼。哦，导师的试炼碑文其中一个是在这边。导师的秘欲，本物かな？かなかなかな。好吧，看。
看起来是真的了。本物っぽいね。解説っぽい古代文字があるけど、文章になってない。啊，那个莱拉因为不能说一些事情啊，所以会有那个反应。どこかに解読のヒントは。これなんて書いてあるの？わかりません。この碑文は暗号で記されていて、その解読法は代々教皇様だけに伝えられるのです。教皇様に読んでもらわないとダメってことか。スレイ！ Oh no！ ここはまずい、外へ。完了完了完了，因为这边罗兰斯的皇族都是平魔，所以发生这种状况也不意外。现在有一个很恐怖的地方，就是我们天族是被封印住了。罗兰斯教会枢機卿フォートンです。この領域はあなたが。ここまで動けるなら合格ですね。その力を私に預けませんか？民のために。ハイランドでも同じこと言われたよ。バルトロのような俗物と一緒にされるのは心外ですね。俗物っぽいセリフだよそれ。少なくともそんな挑発に乗る程度ではありません。あ、一本取られた。私の願いはただ一つ、帝国がこの最悪の時代を乗り越えること。それは民の結束なしには不可能でしょう。しかし愛国心のみでそれを行うにはローランスは巨大すぎる。どうしよう。古来より国家が何をもって民をまとめてきたか知っていますか？信仰かな。そう、人は心の救済のために最も尽くし、価値観を違える集団に対し最大の結束を発揮します。つまり我が教会こそがローランスの要にふさわしい。それがあなたの考えなんだ。民を導く者としての理念です。同志の名と力が加わればより多くの民を。这边教会是想要拉拢那个主角，因为导师的力量可以号召更多的教徒之类的。私の意に従って働くというなら喜んで迎え入れますよ。たとえ教皇が逃亡したとも知らぬ愚かな騎士団であっても。教皇が逃げた？あんたが監禁してるんじゃないの？いいえ、教皇、いやマシドラは自ら逃げたのです。帝国と信徒への責務をすべて投げ出して。そのような男をどう思いますか？無責任だと思う。本当ならそうでしょ。なのに騎士団のようにそんな卑怯者を未だに信奉する愚か者が多い。結束のためにはマシドラを見つけ出し処罰する必要があります。処罰？そう、私を疑う無礼者どもに与えたのと同じ罰を。それは困るな。教皇様には碑文の意味を教えてもらわないといけないんだ。必要ないでしょ、協力するのなら。どうしても知りたいんだ俺は。わかりました。つまり私の理念を。体が。
拒否するのですね。哦，又打起来了。行くぞローズ。这个音效配隐形，怎么觉得怪怪的？一瞬とはいえ、私の領域を破って天族とつながる。楽しみですね。哦，在那一瞬间，那个他的领域被突破了，然后让他觉得蛮意外。真有趣哦，有新的了，零五的E，然后再按右左键的话，就可以让米库利奥使用那个技能。雷姆的子供だ。哦，隠れて練習してた術だろ。すごいな。話はあと、騎士団島まで逃げるんだ。哦，这样的话就可以隐形嘞，酷啊！基友真的是超有用啊。从开头我就知道我是那个米库利奥才是主角的真爱啊，哇，虽然他是男的，而且是天主，这里好像是要，欸，那他这样子吗？你看不到我，你看不到我，哦，你看到我了。哦，シドラ様が自ら逃げた。ごめん、詳しい話は聞けなかった。逃げるのに精一杯で。いや、捕らえられていないと分かっただけでも十分な成果だ。ミクリオ、サンキュー。これくらい普通さ。天族ミクリオ殿、秘伝の雪に敬意を表する。別にいいけど。調子に乗るな。目をくらませただけだ。あいつの領域を何とかしないと。教皇様に碑文を読んでもらって秘力を手に入れよう。けど肝心の教皇の居場所は、騎士団が1年探しても見つからなかったんだぞ。それは枢機卿に捕まってるって思い込みで探してたからじゃないかな。掴んだよ、教皇の居場所の手がかり。本当？大陸の南にあるゴドジンって村。本当かどうかは行ってみないとわからないけど。どうやってそんな情報を？それは企業秘密。同志の身内ってことで納得して。なるほど。さすが同志の奥方。ゴドジンに捜索隊を派遣しよう。また、こっちが教皇を探そうとするのは。枢機卿も分かっているはずだ。下手に騎士団が動いたら教皇様の居場所を教えてしまうことになりますわ。僕たちだけなら隠れて行動できるか。ゴドジンには俺たちが行くよ。しかしそれではあまりにも。任せとけって言うでしょ。蛇の道は蛇だっけ。蛇の道は蛇、氷魔の相手は同志ですわね。そういうこと。かたじけない。なあ、その代わりって言ったらだけど、ローランスの通行証をもらえないかな。俺、ハイランド軍の味方って誤解されてるかもしれなくて。貴公がどんな人物かは十分承知している。早急に手配しよう。よかった、これで一安心。自分からも一つ伝えておきたいことがある。表に出てもらえないか。好，现在我们要想办法拿到导师的秘密，好像是藏在教皇的居住处吧。所以这边那个，罗杰用风之谷的，就是类似组织的能力，找到那个情报，大概是这样。
れは獅子戦鼓、代々我が騎士団に伝えられてきた奥義。今の使い手は自分と弟のボリスのみになってしまった。这里他还要教我一招技能呢，狮子战壕。それを機構に伝授したい。他想要传授给我就对了，原来这招只有他跟他弟弟会而已。好，又要开战了吗？速记狮子战壕，狮子战壕在哪边？狮子战壕？问号。狮子战壕在哪里？哦，有了，有了，有了。哎，把一招换掉，一招最烂。这里还有计算那个使用次数，哎。连招无属性的就拿掉。狮子战壕有了，吼吼吼吼！这又是击退的技能哦。哦，这么快就学会了。有魔神剑是枪兵的技能。自分は教皇様が逃げ出したとは信じたくはない。だがこの事件に自分の知らない裏があるよ。分かった。教皇様を見つけて事情を確かめよう。頼む。マジ剣。这招好像很多人都会。ロゼ。教皇の情報って風の骨が掴んだのか。まあね、教会関係のお金の流れからちょちょっとね。さすがですわ、騎士団とは違うやり方ですね。これくらい当然、暗殺ギルドなめんなよ。暗殺か。スレイ、通行証だ。ありがとう。これで安心して旅ができるよ。それがゴドジンに通じるバイロブクリフ街道が落石で塞がれたという情報が入った。それは岩だけにガーンって感じだね。ロゼさんの落ち泥棒。他に道は海戦争界の南にあるカンブリア地底道を通り抜けるしかないだろう。わかった、地下の抜け道だね。そこワクワクするとこ。するとこだよ。